神奈川中央交通中山営業所神奈川中央交通中山営業所は神奈川県横浜市朝日区白根町967の2にある神奈川中央交通の営業所である最寄りバス停留所は中山車庫神奈川中央交通本体の営業所としては最も新しい所属車両の車番の頭文字はな中山営業所全体の特徴として 横浜市営バスとの共感及び移管された路線群が非常に多い。この府市では、大和営業所、中山総社所時代の遠隔についても記述する。神奈川中央交通の急行路線バスで、唯一の横浜駅、西口乗り入れ路線で、梅の木千丸大集会所にて、横浜市営、バス248系統との共通定期券が利用、可能である。急行運転区間は、 横浜駅下も白根橋間で、幸福寺、峰小学校前、和田町、上西川、川島町、梅の木、西谷駅前に停車する。当初は横浜営業所笹下車庫の担当で後に、前岡営業所へ移管、大和営業所、中山総社所との共同運行を経て、現在は中山営業所が全便を担当する。 この他に仙岩大団地ほどがや営業所の入庫便が運行されるが、これは横浜市営バスの担当である。なお急行運転区間においては、各停留所に停まる路線として、後日の横52および5系統などがある。2007年3月31日までは、相鉄バスも共同運行に加わっていたが、翌日以降は、相鉄バス担当分をそのまま、 神奈川中央交通へ移管しており、横浜市営バスとの運行比率は1、2となっていた。同年12月1日からは、日中の横浜駅発をすべて千丸大集会所へ延伸したが、横浜駅方向は全便が千丸大団地始発のままである。2018年12月1日、土曜、休日の横浜駅方向において、幸福寺から横浜駅までの経路を、 鶴屋町三丁目交差点経由から岡野町交差点経由へ経路変更した。これは鶴屋町三丁目交差点を右折して駐車場へ入庫する一般車両が多く、その渋滞を回避するのが目的である。この経路変更によって、浅間下横浜駅を岡野町経由で走行する神奈川中央交通の一般路線が廃止された前岡営業所の東以来、 約15年ぶりに復活した。2021年3月31日をもって、横浜市営バスの運行を終了し、神奈中バスの単独運行となった。横浜駅と横浜市営地下鉄、グリーンライン及び、横浜線中山駅を結ぶ路線だが、この路線群は、上菅田町を経由する。横51は新設当初から、神奈川中央交通が運行しており、 2007年10月1日に01系統が横浜市営バスから移管された。終日運行されるのは1系統で、横浜駅西口から和田町までは201.202系統と同一経路で走行する。松本から一度国道1号へ進路を取り、和田町交差点で国道16号に交流する。毎時1便程度が確保されている。 三沢西町始発の区間便も早朝に設定されている。横51は横浜駅西口から梅の木まで横52と同一経路で午前のみ運行。休日は一往復のみの設定となっている。横浜駅、鶴ヶ峰駅を発着し、主に国道16号を経由して横浜若葉台団地及び東海、日、四条駅、中山駅、鶴間駅へ向かう。 路線群である。原則として横浜市内のみ走行するが、マレ01は隣の山都市内にも乗り入れる。ミネレーニと5一一五系統は若葉大中央への路線で、後者は二千八年二月十二日に横浜市営バスから神奈川中央交通へ移管された。横浜市営バスでの運行の頃は、毎時一便程度だったものが移管を機に毎時2便へ拡大して、 利便性が向上しているが、これは横浜駅、大抜き橋間で経路が重複する横レ4の半数を振り返っており、鶴間側はまれ1が毎時1便程度に増発されている。115系統では若葉台中央方向のみ深夜バスが運行されるほか、ミネレイには若葉台中央から先の10日、市場駅へ向かう。まれ1は鶴間駅発着路線で、 上記で述べた横レイオンを、鶴ヶ根駅発着へ短縮したものである。2019年1月16日のダイヤ改正で、横レイオンが平日早朝を除いて、運行を取りやめたため、その代替として増発、大和営業所と共同運行化された。これにより、鶴ヶ根駅での指定系統間の交通系、IC カードによる乗り継ぎ割引が適用されるようになった。横52 中53は、中山駅へ向かう路線で、もともとは、横浜営業所作者した総社所の担当であった。三保橋中山駅間は、口述の中54と、同一経路である。2008年2月12日に、上記の5.115系統と、同様、横浜市営バスから移管された路線である。平日早朝の横浜動物園方向は、朝日9と、同一経路だが、 共通定期券の取り扱いはない。2015年4月25日からは、土曜、休日の14時台までに限って、横浜動物園北門まで延伸した。ただし、横浜動物園北門停留所は校舎専用となり、鶴上の駅方向は従来通り、横浜動物園始発で運行されるが、他客機の日中時間帯は、通常経路である、中原街道が混雑することもあり、 横浜動物園方向のみ、横浜朝日両高校から先を経路変更して運行される。両方向と木時代から16時代のみの運行で、平日は毎時1本程度を、土休日は毎時2本程度の運行。鶴ヶ峰駅から上、白根地区の住宅街を循環運行する路線で、今宿配イ循環と案内される。毎時2本程度運行されている。 平日夜間1便と土曜、休日の最終1便は、グリーンヒル城白根止まりとなる。蒸気路線と同様に2008年2月12日に、横浜市営バスから神奈川中央交通へ移管された。2015年1月12日の中山総社所移転によって新設された、出入路線で、これにより、鶴上の駅と千丸大団地、 白山高校方面が一つのバス路線で移動可能となった。三坂駅と若葉台中央、東海、四条駅方面へ向かう路線で、116系統は、総鉄バス朝日営業所との共同運行路線である。かつては、横浜市営バス、神奈川中央交通、総鉄バスの三社局共同運行路線だったが、中田博士による、 市営バス事業規模適正化政策によって2007年11月末をもって横浜市営バスが撤退すると同時に神奈川中央交通へ引き継がれ2社運行となった。同じ系統番号だが若葉台団地内では経路2つあり若葉台近隣公園前経由が昼間は平日毎時6便と休日毎時5便で地区公園経由は平日と休日とも 毎時1便程度の運行。境21系統は116系統の若葉台、近隣公園前経由と後日の23系統を合体させた路線で、東海市上行きが1日に、平日3本と休日1本。三坂駅、北口行きが平日と休日の朝それぞれ1本のみ、運行される。横浜線東海千葉駅と若葉台中央を結ぶ路線で、横浜市へ。 バス、東急バスとの共同運行路線である。23系統の中心は、青葉台駅若葉台中央だが、神奈川中央交通担当便に、青葉台駅発着便は存在せず、反対に、横浜市営、バス、東急バスは、青葉台駅発着が大多数を占め、深夜バスは、東急バスが担当している。カン中担当便は1日2から7本の運行。 新横浜駅から、ほどがや駅方向へ向かう路線で、2007年4月1日に121系統が、横浜市営バス、江北営業所から移管され、同日付で、横浜市道路局による、生活交通バス路線維持制度の対象路線となり、運行事業者に対して補助金が交付されている。かつては、新横浜駅ほどがや車庫間の運行だったが、移管によって、 ミネ小学校前から、ほどがや車庫間を廃止し、ほどがや駅西口発着へ変更された。神奈川中央交通の一般路線では、初めての新横浜駅乗り入れ路線となったことにより、横浜市内では、鶴見区以外すべての区で、神奈中バスが見られるようになった。毎時一本程度運行されている。131系統は2017年10月2日に、 新設された片道運行の急行バスで平日深夜に片道1便のみ運行される。急行運転区間は八反り橋から三枚町間で、この区間は121系統とは別ルートを走行する。神奈川中央交通の一般路線バスにおいて横浜市営バスからの移管路線でないにもかかわらず、横浜市営バス方式の系統番号が用いられたのは史上初である。 2019年11月30日の、羽沢横浜国大駅開業により、羽沢貨物駅が、羽沢横浜国大駅前に改称された。横浜線、鴨井駅から、南部の竹山団地へ向かう、短距離路線で、前時にから5本程度の運行。深夜バスは、横浜市営バスにより運行されている。横浜線、鴨井駅と千丸大岩地方面を結ぶ路線で、 千万台団地循環が中心で運行される。カモレーニは2015年1月12日の中山総社書移転によって新設され、白山高校までは119系統と同一経路で運行され、白山高校の次が中山車庫である。カモレーニを除いて横浜市営バスとの共通定期券が利用可能である。東急バスが岡営業所の市43と同一経路で、 平日土曜早朝一便が運行される。横浜市都筑区を走る唯一の路線で、かつては中山駅南口発着で運行していたが、2016年3月26日より北口発着へ変更された。前述の位置系統と異なり、もともとは横浜市営バスと神奈川中央交通の共同運行だった。日中のみ運行。共同運行時代は、 A1 と表記していたが、横浜市営バスからの移管を機に、1となった。なお、現在でも中山駅緑車庫間に、横浜市営、バス緑営業所が1系統を運行している。中山駅から、美保中央に至る、短距離路線で、中山駅南口に設けられた、専用停留所から発車する。横52、中53と、並行するため、両路線の区間便でもある。 2015年1月12日の中山総社書移転によって新設され、当初から急行運転で記載停留所以外は通過する。横浜市営バス及び相鉄バスの多路線と並行するが、急行運転のため運行を継続している。移転前の中山総社所もこの経路上に存在していたが、移転前までは中山総社所への自社路線を有していなかった。 2016年3月26日より4ヶ月間の期間限定で運行された社会実験路線で運行内容を一部見直した上で2017年2月25日より武蔵中山大循環として本格運行化された。基本は武蔵中山台にある自治会館前始発で中山駅へ向かった後に再び武蔵中山大方面へ戻る路線で平日 土曜数便が中山駅を終点、始発とする区間便で運行される。なお、大村町から天マテラ寺前間は急行運転となっており、中型車限定での運行となる。2002年8月1日に旧、鶴江山を若葉台中央まで延伸する形で新設された。横浜市営バスと共通定期券を取り扱っている。平日朝夕は長津田駅。 南口ロータリーに乗り入れず、一つ手前の長津田駅入り口発着となるが、長津田駅入り口停留所は、つれいの、三ゆ通りと同じ位置で、到着後は、隣の、小学校前停留所付近の道路を使って折り返す。日中時間帯は、神奈川中央交通、横浜市 A バスそれぞれ1時間間隔で運行する。 東急電園都市線南町田駅から若葉台中央へ向かう路線で土曜休日に1.5往復程度運行していたが2017年3月25日のダイヤ改正で休日1便に減らされた。同年4月1日には南町田駅正面口から北口発着へ変更された。2019年10月1日に南町田駅は 南町田グランベリーパーク駅と改称されたが、停留所名については、南町田グランベリーパークが開業した同年11月13日に、改称された。東営業所の路線では唯一、東京都に乗り入れる路線で、南町田グランベリーパーク駅、東名横浜町田インター間で、東京都シルバーパスが利用可能。中山営業所に1台所属するイスズ。 エルガハイブリッド2018年5月31日現在、中山営業所には82台が所属している。全車が一般路線車で、空港に無人車や貸切車、特定輸送車及び教習、訓練車は在籍していない。所属車両は横浜ナンバーとなるが、前身となる大和営業所、中山奏車所の開設当時に、大和営業所、鶴間奏車所から転入した車両は、 相模ナンバーから横浜ナンバーに変更された。一般路線車はほぼすべての車両が大型車で、ワンステップバスの比率が高いが、ノンステップバスも30台ほど所属している。車種は三菱不装、エアロスターを中心に、イスズ・エルガも20台ほど所属している。特筆すべき車両として、イスズ・エルガハイブリッドが1台、イスズ・エルガの OEM 供給車である、ヒノブルー・リボン2が1台。 日産ディーゼル、スペースランナー RA の OEM 供給車である、三菱不装、エアロスター S が4台所属している。イスズ製車誌に、富士重工業製 7E ボディを仮装した車両の2台は2017年12月と2018年1月に1台ずつ、廃車された。中型車は、イスズエルガミオワンステップバスが2台所属している。2台ともヤマトと肌野からの転属車で、 基本的に中57で使用される。小型車は、2015年12月に、前岡営業所から、三菱不装、エアロミティ ME が2台転入していたが、2016年7月と2017年2月に1台ずつ、廃車されたため、小型車は消滅している。AB 営業所、路線図について神奈川中央交通 AB、バスラマインターナショナル第168号。 バス事業者訪問ナンバー203神奈川中央交通グループ P23ABC 中山営業所移転に伴う新路線の運行について神奈川中央交通2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月21日閲覧カンナ中グループバス会社の会社名営業所名の変更について 神奈川中央交通2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月21日閲覧カンナ中グループバス会社の会社名営業署名の変更について神奈川中央交通2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月21日閲覧バス共通定期券 横浜市、web.archive.org2020 年5月4日、閲覧。ab62 系統一部延伸のお知らせ。横浜市交通教区2020年3月22日時点のオリジナルより、アーカイブ2020年3月22日閲覧。市営バス1系統運行事業者変更のお知らせ。横浜市交通教区。 2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。ABC 市営バス5.115系統。運行事業者変更のお知らせ。横浜市交通教区。2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。2019年1月16日より。 鶴ヶ峰駅で IC カードの継ぎ割引を開始。神奈川中央交通。2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。ご系統鶴ヶ峰駅今塾、横浜動物園系統の一部延伸について。神奈川中央交通。2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月21日閲覧。鶴ヶ峰駅横浜動物園系統のゴールデンウィーク期間中の経路変更について。神奈川中央交通。2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧。AB 生活交通バス路線維持制度。横浜市。 2020年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月22日へ閲覧 AB 生活交通バス路線の利用状況と補助金額について横浜市2020年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月22日へ閲覧新横浜駅前川島住宅系統の新設について 神奈川中央交通、2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、2020年3月21日閲覧。羽沢横浜国大駅開業に伴う運行時刻、及び停留所名称の変更について、神奈川中央交通、2020年3月22日時点のオリジナルより、アーカイブ、2020年3月22日閲覧。 武蔵中山大地区新規路線運行開始について、神奈川中央交通、2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、2020年3月21日閲覧、南町田駅北口広場運用開始に伴う乗り場変更及びダイヤ改正について、神奈川中央交通、2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2020年3月21日閲覧南町田駅、熊野神社前停留所名称変更について。神奈川中央交通。2020年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月21日閲覧 ABCD、バスラマインターナショナル第168号。バス事業者訪問ナンバー203神奈川中央。交通グループ。 P81 から85ありがとうございます。